えー、少し遅れてしまいましたが申し訳ございません、えー、それでは、えー、第4回豊洲市場における土壌戦対策等に関する専門家会議を、えー、開催させていただきます、えー、まず出席者のご紹介でございます

で前回の専門家会議の議事概要案でございます。で続いて資料に、えー、すみませんあ、こちらにありましたね、えー、今回の出、えー、専門家会議の出席者名簿でございます。で資料3、これまでの評価状況のまとめ。 で次が資料を読んで東京都からの資料になりますがまず資料4の1で地下水管理システムの稼働状況で続いて資料5専門家会議が指示した調査の結果資料5の1で豊洲市場における地下ピットの排水についてでございますで続いて資料6の2豊洲市場における水質調査および空気測定の結果 資料5の3、水銀濃度の定量加減値を下げて行った水質調査結果、資料5の4、補助315号線連絡通路部における換気観測用マンホール内の排水について、資料5の5、補助315号線連絡通路部における空気測定結果、 で続いて資料6のシリーズですが、前回専門家会議の懸案事項ということで、資料6の1、汚染土壌の対策震度の状況、続いて資料6の2で、新旧護岸と射水壁の設置状況についてということになります。で、議事次第の一番下の方に書いてございますが、 地下水モニタリングの結果につきましては地下水モニタリングの結果をご説明させていただく際に配布をさせていただきます資料以上になりますもし足りないものがありましたら挙手をいただければ係のものがお届けさせていただきますそれでは座長のご挨拶お願いいたします改めまして座長の平田でございます本日は本当にたくさんの方にご出席いただきましてありがとうございます で第4回の専門会議もこれまで同様にネット配信をはじめとしてフルオープンで会議を開催させていただきたいと,というふうに考えてございます。で、あの、前回、第3回の会議録につきましては、もうすでに、えー、市場のホームページにアップされてございますけれどもあの、その概要版を資料としてお付けをさせていただいております。で、このサグの方に、えー、この前回と同じなんですけれども、河川を引いて、 本日ごご審議いいただく内容をままとめてございますでこういった内容よりももっともっとほったな内容といたしまして、えー、昨年度に行いました第9回のモニタリング結果が出てまいります。これも審議をいただきたいというふうに思ってございますがその前に、えー、その会議のこの次第を見ていただきますと これまで第3回会議を行ってございますのでこの3回の会議のまとめとして評価をいただきましてその上でモニタリング結果の審議をいただくと,ということにさせていただきたいと思ってございます。これが前半部でございましてでその後で前半部の質疑応等を傍聴者の方と行っていきたいというに考えてございます。後半部につきましてはあ 専門家会議が指示をした観測等々についての審議ということになってございますでその後にまた改めて傍聴、えー、者の方との質疑応答ということに入らせていただきたいと思ってございますで最後にはメディアの方との質疑応答ということになるかと思いますそれと本日もう一つお願いがございましてと言いますのは12月の専門家会議に 出席をされた傍聴者の方から申し出がございましたで豊洲にお住まいの方ということなんですがお子さんが学校で豊洲は汚いとで便所で生活しているのかとというふうなあのいじめにあっていると,ということがございましたのでこれにつきましては私も少し配慮が足りなかったのかなと,と思っているところでございますので豊洲という広い地域ではなくって今審議してますのは豊洲市場の 当時は地下水の汚染の問題でございますので、どうすしよという言葉を使っていきたいと、というふうに思ってございます。こは専門家会議の私どメンバーもそうですけれども、傍聴者の方あるいはメディアの方にもお願いをしておきたいと、というふうに思ってございます。私からは以上でございます。はい、ありがとうございました。えー、それではあのこれから議事に入りたいと思います。えー、議事の進行につきましては平田座長の方にお願いをしたいと思います。 それでは審議に入らせていただきたいと思ってございます。ちょっとお手元の次第を見ていただきますと、議事の括弧1から括弧3まで,です、ね、これまでの評価状況のまとめ、括弧2が地下水管理システムの稼働状況について。 で各3で地下水モニタリングの結果についてと,ということになってございまして、この時に、えー、データを渡しをしたいというのを持ってございます。この3つを前半部といたしまして、質疑をし、その後に傍聴者の方とお、一問一答の質疑に入りたいというのを持ってございます。それではまずあの、これまでの評価状況につきまして、事務局の方から説明をお願いをい、はいえー、それでは資料3をご覧ください。 えー、まあ、パワーポイントの形の上下で、えー、要点をお書きしてございますこれについてご説明させていただきますでこれまでの評価状況のまとめになりますがまず1ページの上段をご覧ください、えー、まず地下ピットがある状態の評価ということで3ページにわたってお書きしてございますまず現在の状況1ということですが、えー、土壌線対策等の実施によりまして、えー、豊洲市場用地内 5から7が区で把握された創業由来の土壌汚染については除去済みでございます。で2番目ですが AP プラス2メーター維新について自然由来これは埋め立て由来も含んでおりますがこの土壌汚染ヒ素鉛によるものですがこれらは残地してございます。で3番目ですが地下水について土壌汚染対策等の実施により 地下水基準に適合する状態にされた後これは第1回から8回の結果までになりますが、地下水モニタリングにおいて調査対象以上201本中、2箇所で便ン,ンが、1箇所でヒ素がそれぞれ一時的に2倍以下の範囲で地下水基準を上回るのとなってございます。で4番目ですが 市場用地内5から7街区の外側には、遮水壁が設置されておりまして、耐水槽がその外側とは遮断されてございます。で、次のページ、下側で現在の状況、を括弧2でございますが、地下ピットがある状態、建物の方になりますが、建物1階部分、および地下ピット内の空気で、便ン,ンが検出されましたけれども、大機環境基準に適合する濃度で、推移をしてございます。 で建物1階部分の空気のベンゼン濃度につきましては屋外の大気の影響により検出されていると考えられますすみませんこれ夜になっておりますのよりに修正をいただきたいと思いますでその下の四角になりますが地下ピット部の空気において有害大気汚染物質の指針値を上回る濃度の水銀が検出されております でこれにつきましては地下ピット内に侵入して溜まった地下水に含まれる低濃度の水銀が気化したことが原因であると推察されております。で、地下ピット内の換気によりまして地下ピット内の空気の水銀濃度が低下することが確認されてございます。で、建物1階部分につきましては空気中の水銀濃度は指針値に適合しておる状態でございます。 で次のページ、現在の状況3でございますが、地下水管理システムの方が稼働しておりまして、地下水を管理水位 AP プラス1.8メーターまで低下させている途中でございますで。後ほど最新のデータも報告がありますが、地下水管理システムにより溶水をして、pH について処理をした放流水。 こちらの水質を調べておりますが下水の排除基準に適合する状態でございますで、また地下ピット部に溜まった水これも地下水が侵入しているものになりますがこれを排水をしておりますで、こちらの排水についても pH 処理をして放流しておりますがその水質は下水排除基準に適合しているということを確認してございます でこれらの状況を受けて地下ピットがある状態におけるリスクについて評価をしてございますでまず地下水経由のリスクにおきましては豊洲市場におきまして地下水の飲用その他の利用は予定されており,おりませんので問題は生じないということでございますで続いて汚染土壌の直接接,触接種 これはまあ接触と皮膚接触ということで土、えー、を誤って食べて、えー、まあ口から入っていくまあ土粒子が飛散して入るものも含めておりますあとは皮膚が土壌と接触をしてそこから吸収をすると、えー、こういったリスクについてになりますが遮、えー、水壁の遮って囲まれた市場用地内につきましては創業以来の土壌線はすべて処理をされていると。 で AP プラス2メーター維新にのみ自然由来の汚染土壌が存在しておるという状況でございます。で建物部分につきましては地下ピット分の床面が敷金コンクリートまたは厚さ50センチの再生コンクリート生基層ということになっておりまして建物以外の部分については厚さ50センチ以上の盛戸土がなされているということでまあ、汚染土壌の直接摂取というのは通常 表面から50センチの土壌を対象に評価をしておりますが、これを考えると、汚染土壌の直接接種の可能性はないということで、直接接種によるリスクについては問題は生じないという判断をしてございます。で、次のページで、室内の空気経由のリスクになりますが、地下ピット内にたまった水、地下水にわずかに含まれる水銀が気化をして、 換気のない地下ピット内の空気中に滞留するということが確認をされてございますで、えー、ただし建物一階部分の空気では水位が検出されていないということで、えー、地下ピット内の空気が建物一階部分に侵入している可能性はないと、えー、すみませんここは考えられないとなっておりますが考えられるため、えー、現在においては問題は生じていないと考えられるということで修正をお願いいたしますで現状では問題がないんですが、えー、将来につきまして 建物1階部分の床面等にひび割れが生じるあるいは地下ピット内の空気が建物1階部分に侵入するという状態が発生する可能性を考慮いたしますと地下ピット内に滞留した水銀を含む空気が建物1階部分に侵入または地下ピット内の空気中の水銀が建物1階部分の空気中に拡散してくるという可能性が考えられるということでございます。 でこの場合地下ピット内の空気中の水銀濃度が現在測定されているレベル以下で維持されれば問題が生じることはないと考えられるということで特にこの赤のところに対して前回の専門家会議におきましても対処が必要であろうというところの議論がなされてございました一応前回までの専門家会議の結果を受けてのこれまでの評価状況のまとめが以上のような形になります とありがとうございましたあの基本的にはあの地上の部分と地下の部分は分けて考える必要があるだろうと,ということだと思います。で地上につきましては今は有害物質は上がってきていないということですねで。建物の中も大丈夫だと。ただし地下ピットといいますか地下空間につきましては地下水が上がってきていると,ということと。 若干その揮発をした水銀等々があったということをです、ね、これにつきましては何らかの対策が必要であろうというそういう結論であったかと思いますので、まあ、地上部分と地下部分というものは明確に切り離した感じで議論をした方がいいだろうというのが、まあ、前回までの結論だと思いますけれども先生方いかがでしょうか。 特にご意見ございませんか。はい。じゃあそういう形で三回までの議論が進んできたということでございます。からもう一つ続きまして、えー、地下管理システムの稼働状況についてというところで説明をお願いをしたいとというのう思います。これは東京都議団の方からですか。え、東京都中央卸売市場基盤調整担当,担当課長の安間と申します。よろしくお願いいたします。 地下水管理システムの稼働状況ということで、資料4-1でございます。こちらにつきまして、この後の地下水モニタリングの結果のところでも関係してくる部分がございますので、先にご説明をさせていただきます。まずは、資料4-1-1をご覧いただければと思います。地下水管理システム稼働状況ということで、放流 地下水管理システムをいつから稼働しているかというところでございますが、えー、まず5外区でございますけれども、えー、一番上のところでございますように8月の8日から稼働をしてございますそれからあと6外区、7外区でございますけれども、えー、始めたのは9月の12日2段目でございます9月の12日に始めてございますあと、えー、でまた地下水あのモニタリングの結果のところでもございますけれども、えー、前回第8回は8 8月の末から9月の頭にかけて、採水をしてございますので、5外区につきましては、地下水管理システムがあの動いていた状況、6泳区7外区は動いていなかったと、今回、第9回といいます、今回につきましては、11月のえから12月にかけて、採水をしてございますので、5外区、6泳区7外区、いずれもあの地下水管理システムが動いているというような状況でございます。 えー、続きまして資料の4-1-2ののからは、えー、地下水位でございます。でえー、4-1-9があのー、最新のデータというところでございます。けれども、えー、こちらにつきましては、あのー？ 12月の13日、4の1の8が12月13日ございますが、この12月13日からは地下ピット部の排水、あの地下ピットの中にあったのたまり水を、あの強制排水を始めてございますが、その強制排水と、あと地下水管理システムで水を汲み上げている、これは一緒に行っている状況で、地下水が今現在どのくらいかというところでございます。 ますけれども、一番低いところですとナンバー7の6が、えー、2.1メートル、えー、高いところですとナンバー6の2が3.9メートルというところでございます。で、あのこちらの地下水位につきましては今の10センチ単位ではございますけれども、えー、こちら専門家座長からの指示ともございまして、えー、今1センチ単位であの表記あのー、公表できるようにあのー、なってなりましたので、えー、来週1月の16日の計測から、えー、1センチ単位の計 計測にという形で公表の方あをしていければと思っているところでございます。 それからあと4の1の10でございますこちら、先ほどこれまでのまとめの中でもございましたが地下水管理システムで放流をしている水下水に排水している水でございますが週に1度、工程分析水質の分析をしてございます下水の排除基準をいずれも満たしているというところでございます。ここちらののののの pH 一番下のところにございますのがアルカリの水 なもんですから、そちらの中和をして、えー、中和のみをしてあのー、排水をしているという状況でございます。えー、それから、すみません、白があの少し飛んで申し訳ないんですけれども、あの白5の、えー、5の1の3にちょっとすみません、あのー、申し訳ございません、ちょっと飛んでいただければと思います。えー、こちらあのー、先ほど これまでのまとめの中でもございましたが、こちらの地下ピットを強制排水している際の排水の水質の分析の結果でございます、5の1の4というところに具体的にデータ、数字がございます、こちらも工程分析をしてございまして、12月13、20、27ということで、こちらもいずれも下水排除基準を満たしているというような状況でございます。このの資料の4 地下水管理システムの稼働状況につきましては、説明は以上でございますすみません、今の資料の4の1の11ページ、12ページを簡単にご紹介したいと思います。でえー、地下ピット内の水位および地下水位の変化でございますで、えー。4の1の11ページの方は、測定したデータを折れ線でプロットしてございます。 で次のページの方は変化の傾向を見るためにその間計測してない日を直線で結んでおりますこちらを見た方が全体的な傾向がわかるかと思いますでその中で、えー、実線で結ばっているものは地下水位で各外区の中に点々という形で2.6メーター前後あるいは2.7メーター前後のところにそれぞれの地下ピットの水位がつながってございます でそれぞれぞ右側で切れておりますけれどもこの最後のデータの日まで水が溜まっておりまして次の日には地下ピット内床面が露出して水がなくなっているという状況でございますでこれ以降その床面出てきた床面に対する清掃作業に入っておりますこのあたりの状況につきましては後ほど東京都の方からご説明をさせていただきますまますずはここまでになります どうもありがとうございましたあの地下水の方ですけれども地下ピットの中の水も強制排水を今やってございまして床面を出していると床面をきれいに洗った上で換気をして、えー、実際に豊洲市場が稼働するとなればその形に近い形での実験を行うということで今あの、えー ずっととと水位を下げているといいるうところでございます、まあ、かなり下がっているところにつきましては AP2m ーー近くまで下がってきているとそういうところも出ているというところでございますしその時に排水をしている水につきましては pH はまあ高いんですけれども pH を処理をすればそれ以外のものにつきましては十分濃度が低いとで下水の基準はもちろんですけれども地下水の基準も満たしているようなそういう状況にあると,ということだと思います。 何かあのご質問等ございますでしょうか。なかなかあの地下水下がらなかったということなんですが。まあ、冬場はやはり雨が少ないということで、まあ、若干雨が降りますと上がるんですけれども。今は順調に水位が下がっていると、そういう状況だと思います。ご質問なり、ご指摘等ございますでしょうか。内村先生、大丈夫ですか。 奥馬先生はどうしますか。じゃああの一と2の評価といいますか説明を終わらせていただきまして、両括3の地下水モニタリングの結果について入りたいと思ってございます。これにつきましては資料はお配りいただけますか。 今資料をお配りさせていただいておりますが、お手元に届きましたら、えー、クリップ止めになっております資料の内容、揃っているかを確認いただきたいと思います。えー、表紙の方に、えー、地下水モニタリングの結果と書きまして、資料を、丸一丸二丸三丸四とお書きしてございます。でそれぞれお手元に配られた中に、それらホッチキス止めをして、えー、入っておると思います。 いいただければと思いますもしこちらも足りないようであれば、挙手をいただければ、すみません、一番前にはい資料、お願いできますか。資料、一番前、山崎さんにお渡しください。 後の方はよろしいでしょうか。えー、よろしければあの、えー、また進行の方座長の方にお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。皆さんお手元にお資料は届きましたでしょうか。 じゃああの白の説明に入らせていただきたいと思います。じゃあどの方から、はい。えー、それではあの私の課地下水モニタリングの結果ということであのご説明をさせていただければと思います。えー、まずあの表紙地下水モニタリングの結果という表紙のところでございますけれども、えー、これからご説明させていただくあの今回のデータでございます。こちらの第8回までのデータと比べてあのー。 急激にあの数値が変動している箇所があの多々ございまして、えー、まあ専門家会議、座長を含め、えー、まあデータを確認を。あのうん した方が良いというところもございまして、資料の採集方法などについてあの現在確認をしているところでございます。そのためあの今回第9回のデータにつきましてはあの暫定値ということであの公表をさせていただいているところでございます。まず資料の丸一地下水モニタリング結果でございます。丸一の一はあの図面でございましてこちらの二0こちらのあの二百一本の井戸で採集しているというもので。 のままでで飛んいいただければと思います、えー、ここからあのベンゼンですとかシアンですとか、あのー、物質ごとにえ第1回から第9回まで、まあ、今回暫定値ということではございますけれどもあの第1回から9回までの数値をあの一覧で並べてございます。 でえー、各回の最大値ということで、あのー、黒く、あのー、編み掛けをしてございます、えー、第9回の結果暫定値のところを、あのー、ご覧いただけますとあの右が一番右でございます、えーまあ、上のところに0.79という、あのー、非常に高い数字がございますであのベンズにつきましてはの基準値は0.01でございますので、えー、0.01を超える0.011、あのー、それ以上につきましてはの基準値を超えているということ 例えば、あの一番最初、あの表の一番上にございます、i の29の4というところに0.027という数字ございますが、あのこういったものも基準超えというところになります。で、えー、こちらにつきましては、ちょっとあの並べ方があのこちらと同じでなくて見づらくて大変申し訳ございませんが、あの一番後ろに、えー 表紙のお配りしている資料のタイトルではないんですけれども、一番後ろの A3 の縦の表で、白、えー、の一番最後でございます、あの最後にお付けしてございます、えー、第9回地下水モニタリング調査結果という、白、えー、の一番後ろにあのこういった A3 縦の表をお付けさせていただいております。 こちらが今回、第9回暫定値でございますけどこちらをのあのそれぞれのベンゼンで,ンですとか、思案ですとか、あとは調査地点をあのローマ字順に並べたもので、あの値がどういったものになっているかというものを並べ替えたものでございます。こちらにつきましては、あのまたご確認いただければと思います。 えー、シアンですとか、あのー、で丸1白丸1の 5A4 の表にお戻りいただきまして白1の5でございますけれどもこちらにつきましてはあのー、シアンすべてあのー 基準としては検出されないこと、不検出でございまして、1回から8回まではすべて不検出、検出されていませんが、第9回、今回暫定の中では、あの数字が入っているところが何箇所かございます、あのこれ検出されないことが基準でございますので、数字が入っている部分につきましては、すべて基準を超えているといったところになります。 あので最大値というところで網、えー、掛けが3つございます1.2という数字こちらが1.2ミリグラムパーリットルという数字こちらがあの基準値を超過しているというあの最大値でございます。それかららの、えー、こちらはあの非相 でございまして、えー、基準値が0.01に対しまして今回第9回暫定ではございますけれども0.038というのが上から5番あの5つ目にあの数字ございますがこれがあの最大値になってございます。での、えー、こちらはあの水銀 でででごござざいいままして丸、えー、ののすあ水銀、鉛、こちらにつきましてはあのいずれも今回、あの不検出という形になってございます。で、えー、今、あのご説明しました、えー、ベンゼンですとかシアンですとかヒ素でございますけれどもこちらの数字になってございますが、えー、次に資料の丸2で A3 の横のカラーの図面があのお付けしてございます。地下水も 結果の概要というものでございます。 えー、今、あのー、見ていただきましたのは数字ではございますけれどもこちらをあのもう少し文式記事的に、あのー、どういったところで、えー、分析、あのー、再生したのかというところで落としている棒でございます白二の一でございますが2年間モニタリング観測移動の設置箇所ということで、えー、先ほどに、あのー、ご覧いただきました201箇所を改めて、えー、建物の位置ですとか地下ピット部のところにある移動 はどここかかとかといいうことであのお付けしてございますたあのすみません、申し訳ございませんがこれあの地下ピット部のところの丸印なんですが、えー、ちょっと一部、あの確認があの間に合っていませんであの間違っているところすいませんございますので、えー、改めてこちらの方につきましてはあの確認し修正をさせていただいて、えー、ホームページの方であで資料公表をあのさせていただければと思っております。えっ、ー、と 丸2の、えー、2、丸2の3、丸2の4、こちらが、えー、地下水モニタリング結果、ベンゼンを第1回から第9回まで、えー、どういった濃度かということであの並べているものでございます。えー、青い方から赤い方赤が基準超過でございますで。青い方から赤に向かって濃度が高くなっているというところでして、えー、丸2の4を、えー、見ていただければと思います。 えー、丸2の4のところで、えー、真ん中にございますのが第8回、えー、一番下にございますのは今回、暫定公表させていただきます第9回でございます。 えー、第8回の滝にはあのー、赤いものがあの2箇所、えー、基準を超えていたというところでございます、で今回、第9回でございますけれども、えー、一番下のところでございます、こちら暫定の第9回、こちらの方であで赤いものが、えー、いくつか、えー、落ちているかと思います、それからあとはあのー、ちょっと見づらいんですけど、赤にさらにはバッテンをつけている、あの少し赤が濃い赤になっている部分がございますが、こちらは これはの基準の10倍0.1ミリグラムパーリットルをさらに超えているような濃度の部分をこちら、印をつけてございます赤の点を数えていただけますと例えば、便ン,ンにつきまして5街区では18箇所 あの赤いい点ございますそれからあとあの6六いくでは15箇所15本7外区ではえ2本赤い点がございます、あのー、そのうちあの10倍その先ほど言いましたバッテンがついているさらにあの濃い10倍を超えているようなものが5がはあは1本それからあの6六いくは5本ございますこれはあのこの図面の中でこう、あのー、ご確認いただければと思いますそれから二の567 こちらは今度は視野になってございますで視野につきましては先ほど表でご説明しましたように第8回まではすべて検出されないこと不検出ということで基準をクリアしているというところでございますのでべて青でございますけれども第9回2の7 の、えー、一番下の第九回というところを見ていただきますと、えー、今回のあのー、暫定公表,公表の中の数字の中で赤いところが、えー、いくつか出ています。あのー、赤い点五、えー、外区ではあの三、ー、つ赤いのがあのあるかと思います。それからあとあの六外区でございますけれども、えー、赤が二十四。 ございますでそのうちあの10倍を超える0.1を超えているものが、えー、先ほど表の中であの6六いくで1.2というのがあの3つあるとご説明しましたけれどもあのこちら3つあ,のあろうかと思いますそれからあと7が区でございますがこちらはあの赤いのはあの12点ございますそれからあとあの次二の、えー、8 93枚でございますが、こちらはあの基礎でございます。えー、同じ第1回から並べてございますが、あの2の1 0 ÷丸の10ページ目でございますが。 丸、えー、10ページ真ん中にございますのが第8回でございましてこの時にはあの赤いのがあの基準を超過していたのがあの1点5外区でございましたであの今回の第9回でございますけれども今回の部分につきましては、えー、5外区で赤い点があの2つそれからあとあの6外区ではあの7つそれからあの7外区ではあの11。えー あることをご確認いただければと思います。あのただ人につきましてはあの10倍を超えているこう赤にさらにこう濃くあのバツをつけているようなこういったところはあの数字としてはあのございます。先ほどもありましたように0.038というのがあの一番最大値でございますので10倍を超えているものはないというところでございます。以上あのあと丸2のえっと11以降はあの鉛ですとかあの水銀といったところでございますがこちらあのいずれも先ほどあの ご説明しましたようにあの基準越えがないというところございますので、えー、そこのところはまた後でご確認いただければと思います、えー、全体として、えー、基準を超過している井度は201本のうち、えー、72あの先ほどの A さんの縦の表を最後こう数えていただけると分かると思うんですが201本のうち72本で基準超過をあの確認したというところでございます えー、私の方からはあの説明は以上でございます、はいえー、引き続いて、えー、資料丸3のご説明に入りたいと思います。えー、今は、えー、超過をした緯度基準を超過をした井戸及およびその分布でございましたで、えー、それぞれの地点において、えー、濃度がどのように変化をしているかということで、えー、これは第1回の時にも第8回までの結果で基準の2分の1 のの濃度ををししししたたものについてグラフをお示しいたしましたで今回も第1回から第9回のうちいずれか1回でも、えー、基準の2分の1の濃度、えー、まあベンゼンとヒ素について作っておりますいずれも基準が 0.01mg/l 以下ということでございますので0 0 5 m g ーを超えているものにつがある地点についてその変化をお示ししております。 えー、x 軸横軸が第1回から第9回に向けて右側に流れてございます。で y 軸縦の軸については濃度の軸ということで、途中、えー、基準値のところについては赤で横線で示してございます。でまず丸三の一五外区のベンゼンのうちのまあ最初の前半部分でございます。 でずっと見ていただきますと基準を大きく超えているものという意味では右側,右側の列の上から2番目 K の28の6というのがございます。これが先ほど来、合格がありますように0.79ミリグラムパーリッターベンゼンが検出されたといでございますが第8回までについてはその基準値の赤のラインに比べましてもほとんど出ていないという状況から急に濃度が上昇してございます。でそれ以外 まあ、あの他の地点も見ていただきますと、えー、ほとんどが9回の段階で急激に濃度が上がっていると一部、えー、左側の上から2番目 J の35の6ですとか、えー、一番下の右から2番目、えー、L の31の1のように第8回でも少し濃度が出ておってそれがさらに上がっているものもございますが、えーまあ、8回まですごく低い濃度できたものが急激に上がっているものが多いと。 いう状況でございます。で、次のおマ三の二ページ図二のお括弧二こちらも五外区のベンゼンの残りのものになります。で、やはりまあ濃度が最後第九回で急激に上がっているというものが多い状況でございます。 でえ続いて6階区のベンゼンにつきまして、えー、3の3ページになります。えーまあ、見ていただきますと分かりますようにかなり多くの緯度、えーまあ、基準の2分の1を超えた井戸については多くの井戸が第8回までは非常になだらかに基準の下で変化をしておったんですが、えー、急激に第9回で上がっておるという状況でございます。 で次の丸3の4ページ2の括弧4でございますこちらは7街区になりますえ、7。街区についても第9回で濃度が上がっておるんですが、7。街区につきましては基準値に対して見ていただければ分かりますように。それほど大きく超えているというものはないと。まあ、あの l の25の1でえ2倍出ておると。 というところが大きいということで、これは後ほどヒ素の,のところでもご説明いたしますが、地下水まで浄化をして第8回までこのような濃度できて、第9回で急激に上がるというのは、なかなかまああの通常、我々土壌、地下水汚染の環境をやっておりましても、少しいい理由という意味では分かりづらいという状況でございます。このあたりは後ほど、審議をしていただければということで考えております。続いててにつきまし,てにつきましては グラフを作るまでもなく基準が検出されないことでございますので第8回まではすべて不検出でございましたで第9回のみ濃度が検出されているということでただ0.1ミリグラムパーリッターを超えたというものについては若干それよりも低いところにあった場合でも超えて上がっておりますのでちょっと試案については第9回でどれだけというのは濃度の上がり方のみで判断をできるというところでございます。 でえー、丸三の5ページから、えー、図三の1からになりますが基礎でまずこのページが5が区でございます。で、えー、左上の M の31の2こちらもやはり第9回で急激に濃度が上がってございます。 で右から上の右から二番目 O の二十八の四これは前回基準を超えた移動でございますこちらは逆に第九回で濃度が下がって基準に適合するようになってございます。で続いて筆想の六外区がマル三の六ページ図三のお括弧二でございます。 でまあ、基準値を超えているものあるいは超えてないものをいずれを見ましてもやはり第9回で急に濃度が上昇しておるという状況が認められるかと思います続いて7が区の方こちらもページ2ページにわたっておりますがまず丸三の7ページヒ素の7が区その1ということでお示ししてございますでヒ素こちらは2分の1を超えるものは7が区非常に多いんですが えーまあ、基準の赤のラインと見ていただきますと分かりますように基準を超えているものというのは非常に少なくなってございますただやはりあの第9回で濃度が少し上昇する傾向が認められてございますで7階区の残り後半部分丸3の8ページ図3の括弧4でございます、えー、先ほどの1つ前のページとそれほど大きく傾向は変わらないような形で濃度が上昇しているものについてはやはり第9回で、えー、まあ 少し大きく上ががっていいいいるものが多いかという状況でございますでこれらが一つ一つの地点で見た時の、えー、濃度の変化の傾向になりますが、えー、次の3の9ページ以降についてはあそれら全体の状況を見るということで、えー、各外区について、えー、その濃度左側の方に、えー、Y 軸で書いておりますが。 そのそれぞれの濃度にある井戸が何本という状況がどう推移をしてきているかということで第1回から第9回までを書いてございます。でまずベンゼンにつきましては最高値がかなり高い濃度が出ているということで Y 軸の方を見ていただきます一番下が ND 不検出でその後0.001から0.005次が0.005から0.010ということで。 まあ2つずつ桁が上がっていくようなイメージその半分で5までで区切っているということでご覧いただければと思います。で第8回までにつきましては、えー、これは第1回の専門家会議にもご説明をさせていただいたんですが、えーまあ、0.010以下の範囲で、えー、バーがあるとすべての移動がその範囲にございまして。 第7回までですねで、えー、ずっと来てだんだん下の方にある、えー、濃度の低いところの井戸が増えてきておりましたで第8回で、えー、若干0.010を超える井戸が2本出てきたというのが、えー、以前の報告事項でございますがそれに対して第9回についてはかなり濃度が高いところが増えてきておるという状況を表してございます。 で次のお丸三の10ページ図4の括弧にこちらはベンゼンの6外区でございます、えー。軸は同じになっておりますが、えー、やはり1回第1回から第8回までかなり下の方ですね不検出あるいは0.001から0.005というところを中心に濃度が分布しておりましたが第9回についてはかなり上の方の濃度が、えー、出てきておるという状況でございます。 でえー、続いて、えー、7階区が次の三の11ページのこちらについても同じようにだんだん濃度があ低い方が増えてきて特に第8回については15本全てて不検となってございましたでそれに対して第9回ですが、えー、まあ濃度が上の方ということで特に0.010を超えるものとして2本出てきているという状況でございます。 以上がベンゼンの結果で、えー、秘書についてその後丸三の十二ページ以降をおまとめしてございます。で、まず丸三の十二ページ図五の括弧一、えー、秘書五外区の秘書でございます。で、これもあの前回第八回で基準を超えるもの一箇所を出てきており以外については、やはり外下の二つの範囲でずっと推移をしてきてございました。 それに対して今回不検出がまあなくなって上の方の濃度域で出てきてございます。0.010を超えるものになりますので上の2本が基準を超えているという状況でございます。続いて基礎の6外区03の13ページ図5の括弧2でございます。これも同じように下から2つの範囲0.005下回る範囲 で、えー、まあずっと起きてございました。それに対して第九回で、えー、まあそれより上の濃度域が増えてございます。で零点ゼロ一ゼロを超えるということで、えー、まあ上の三つのところ三本プラス四本こちらが、えー、基準を超えているという状況でございます。で続いてマ三の十四ページで、えー、図五の三になります。で七いくの非層でございます。 これもずっと濃度が下がってきて第7回、第8回については 0.005mg/l 以下のところにのみ分布をしておりましたが第9回になりますと上の方にかなりいっておりまして0.010を超えるものについては上の1本と次の10本11本が超えているという状況でございます。あのそれぞれぞの井戸でののので濃度の変化及び全体としての えまあ濃度の分布状況については以上でございます。で続いてこれは汚染物質ではございませんが資料丸4の方でこれは前回第8回までの地下水の pH と電気伝導率の分布の変化をお示しをいたしました。でそれに対して第9回を追加をしてございます。で最初の方は前回もご紹介しましたが1枚おめくりいただいた えー、丸四の1ページこちらは、えーまあ、以前前回の専門家会議の時の第4回でお示し,し平成19年当時の pH および電気伝導率の分布でございます一部 pH が高いところがあるでその後丸四の2ページから第1回からずっと上段が pH 下段が電気伝導率ということで濃度の分布を示してございます。 いずれも青く濃い色で塗りつぶした方が高いということで第8回までについては前回の専門家会議にて報告させていただきました。で今回第9回の結果が丸四の10ページでございます。で上段括弧1の pH の方ですがやはり pH が10を超えるような範囲が非常に多くなっておりまして少し青が濃くなっているような 11よりもを超えるところさらに色が濃くなっているところが、えー、特に、まあ、丸5ワイクと全体的にこれは以前からもそうですが、えー、アルカリ性を示しているところが多くなってございますで下の電気伝導率につきましても200ミリ G メンスパーメーターを超えるというの範囲がございますで、えーまあ、近直近で言いますとその前のページ丸四の9ページが第8回の 結果になってございますで少し分布の方に変化があるということで上段の pH で言いますと5外区の方は第8回よりも少し pH が下がっているとで、えー、7外区については逆に pH が少し上がっているような状況かと思いますで下段の電気伝導率につきましては5外区の方で少し値が大きくなっている いう状況かと思いますで6外区につきましては電気伝導率高いところが少し出てきているということで若干まあ電気伝導率につきましてはその採水した井戸の地下水の資料の中に含まれる濁り等によっても影響いたしますのでその影響を受けている可能性もございますけれども水質的にはまあこのような形で推質ると大まかな傾向としてはそれほど大きな変化はないんではないかというふうに捉えてございます。 以上でございますみません、えー、最後の1ページ、これは前回お示しいたしましたもので、えー、近くの海水の pH ということで、えーまあ、この豊洲市場用地の一番近いところということで、上に図がありますが、えー、丸11、晴海運河のところと、おまあえー、番14番の東目運河、この2箇所の値を整理しておりますが、 ええ、二十七年度、二十八年度、いずれも pH でいうと海水は七点六から八点一ということで、市場の中のアルカリというのはその海水とはあ違う話題を示しておると、ええ、まあ従来から言っておりますコンクリートのを原因とするものではないかというところでございます。以上でございます。はい、どうもありがとうございます。これはあの二年間モニタリングで。 2年間という意味では最終回といいうデータになるわけでございますであのここのものというよりもむしろあの全体の棒グラフヒストグラムを見ていただくととてもよく分かるんですけれども8回目と9回目で大きく変わっているということですね特に6回区7回区っていうのは前以前まではとても濃度が低いということですね。特に でこれは資料の丸3の丸3の10ページに「<laughs> ベンゼン六外句」ってございますけれどもそういう感じですね。<laughs> で第8回を見てみますと ND が22検体あるということ。それから 3の11になりますとこれは7階区ですけれどももうすべて第8階であれば ND になっているとそういうデータなんですが今回はグッと上の方にシフトしていると濃度の高い方にシフトしているということですねでこれについてまあ今あの私もこのデータ上がってきましたので、1月の10日でございますので火曜日ですねこれを見せていただいて なぜだろうと,というそういうふうな感じでございます。で先生方につきまして、まあ、考えられる、まあ、現在で考えられるような原因といいますか要因といいますかその辺のご審議をいただきたいというふうに思ってございます。 ちょっとあまりにも今までの傾向と違っているということですね。で、個々のデータあっていいますか、あのそのケージ変化を見てみましても、第9回のもので急激に上がっているという、そういう状況だと思います。まあ、それにつきまして、先ほど東京都の方からもありましたけれども、なぜこうなったのかということで、今、採水から前処理、分析等々について、 担当業者の方に確認中であるとそういう意味でまあ暫定値という形で扱わせていただきたいとという報告がございました。いかがでしょうか。はいどうぞ。はいえー、っと今えー、っと座長の方からですねあの説明ありましたようにえー、っとベンゼンとそれからシアンですねについてあの各えー、っと三十点を超えるような地点で、えー、基準外とということで。 これデータ最初に見たときに非常にこうあのまあ驚きといいますかですねあのえっとこんなえっと短時間でえっと急速に変化する例、私は地下水あちこちで調べてますが例えばあのえっと石炭の還流施設とかですねそれからえっと輸送所の跡それからガソリンスタンドですねこういったところでもなかなか、えっと えっと見られないような現象がまあ急速に起こったとということかなと思います。で、まあえっと要因考えてみますとまあ一番考えられるのはあの地下水管理システムがまあ動き始めたのがえっと8月以降ということですので、おそらく地下水のその動きっていうのは一番大きな要因だったかなとはえっと考えております。まあ。 一番大きなのその地下水の変化だけじゃなくてそのまあこの土壌の中の,その水圧の変化っていうんですかねがえっと大きく影響してますのでまあ地下水流それから地下水の状態ですねがかなり変わってるんじゃないかなと思いますでまあ動きだけじゃなくて例えばあの地下水の濁りとかですねそれから脱質とかですねこういったものもかなりあの これかからあの慎重に調べていいく必要があるかと思います、まあ、地下水の中の,その粒子が見学している状態で測定しなかったかどうかとかですね、えーまあ、そういった細かい調査が必要かなと思います。それから観測性がですねここ半年の間にですね、まあ、場合によってはあの詰まりとかですねそれから えーまあ、泥が溜まっていったりとかですね、まあ、こういったの観測性の影響ももしかしたら見られるんじゃないかなとというふうにも思っております。ということで、まあ、今と注目しているのはその地下水の動きとそれから地下水のま状態ですねそれから観測性の状態とということをですね、まあ、データの,その確定をする上でやっぱりその 集中的にこれからやっていく必要があるんじゃないかと思います。まあ、再確認という意味でもですね。そういった調査が必要かなと思っております。以上です。とありがとうございます。あの、お茶番先生はどうでしょうか？まあ、私もあの測定の方に関しては全く素人なので、あの。 座長ととか小前先生のご意見だろうと思いますけれどもやっぱり1回でこれだけ急激に変化しているというのはやっぱりキーに感じますのでこれからもう少し要因を少し議論しながら何回か測定を重ねていくということが重要じゃないかなというふうに考えて1回だけでなかなか判断できない問題かなというふうには考えております私から東京都の方に確認したいんですがあこの えー、資料の4の1の地下い管理システムの稼働状況ございますねでその4の1の自由というところに工程分析の結果速報が出ているんですがこの2年間モニタリング第9回の採水をしたのはいつこ,のここでいくといつぐらいに相当するんですか えっと、採水したのは11月の21日から12月の6日まででございますので、えー、その間のということでいきますとあの真ん中のところにあります11月24日の採水それだと11月30日の採水この2つがあのいわゆるあの採水期間中に当たるかと思いますで、まあ、あのそこ採水している場所が違っているということもあるんですけれども。 この放流システム地下水の,その水位を低下をさせるために組み上げている水にはベンゼン圧倒的に低いわけですね基準値の100分の1とか1000分の1とかそういうりですよね、まあ、まあいろんな水を組み上げているということもあるんですけれども非常にその低いということですねでもちろんシアンは不検出になっているというところでまあこれと見てもやはりあのちょっとあの <coughs> どういう評価をしていいのかというのは戸惑うところだとは思うんですが中島さんいかかがですかえとまず小前委員の言われたこととも重なるところもあると思いますけれどもえやはりあのこの間に何が起きたかということで考えるとあり得るのは地下水管理システム以外はおそらく変化がないのかなというふうに思います。ただ地下水管理システムで見ましても 先ほど水位よりも水圧というお話もありましたが4の1の11ページあるいは12ページを見ていただければと思うんですが恐らくこのちょうど第9回のモニタリングで地下水を指した11月か十12月ごろというのは下がってきた水位がもう1回戻ってきている時期。 であってその水位が大きく下がった影響という意味ではあまり出づらい時期ではないかなというふうに、えー、ちょっと捉えております。あと地下水質の変化といいますと、えーまあ、私の場合はあの実務で調査対策やってますの、ね、で割とこういうモニタリングデータ自ら取っているケースもあるんですが、えー、正直言いました初めての経験であるデータでございます。で特にに地下水をここまで1回きれいにして で基準に適合しておいてその後なぜ2年経って急に上がるのかという意味では私にはちょっとこのデータは理解できていないと、えー、よく土壌汚染対策のみやりますとえ若干土壌がなくなって地下水濃度が変化をしながらえ下がっていく過程で下がった後少しリバウンドするというのはあるんですが。 えーまあ、あの対策が終わって基準に適合された後すぐ上がっているのではなくてこれだけ時間を経って上がっているというときにはやはりあの東京都の方からも少しサンプリングその他確認されるということでしたがちょっとこのデータについては慎重に扱った方がいいのかなと、えーまあ、再,再度、えー、この結果がどう動くかあるいはこの取った時に、えー、やり方等に問題がないかですね。 これはあの少し慎重に扱うべき数値かなということで、暫定値として扱われていることは妥当ではないかというふうに思いますあとですね、その暫定値として慎重にというところで、少し気づきましたが、あの暫定値でありたらこちらの,あの表をご覧いただいて、えーまあ、1枚も2枚もそうなんですが。 えー、ちょうど薄い色が、はいこっちえー、丸数字がなく最後に配られたこちらのモニタリング結果の表の方になります、ベンゼン、シアン、ヒ素と、えー、横に並びでデータが入っているものでございますが、この色がついているところがあ基準超過となっておりますが、例えば1枚目で言いますと、下の方に行って O の42の7というのは、えー、ベンゼンとシアン、両方が今回、基準を超えております。 であと次のページ裏面、えー、2枚目の方に行きましても、えー、途中、えーまあ、薄く例えば B の11の5ですとか B の9の2あとは D の10の5もそうなんですが、えー、ベンゼンとシアンとヒ素が2物質なり基準を超えているということで考えると何かすべての物質の濃度が上がる原因というのはひょっとすると1つである可能性も何かの要因があって全部濃度が上がっているんじゃないかなと。 いう可能性も検討してみるか必要があるんではないかであり得るのはよくありますのは、えー、採水をした時に地下水が濁りで土の粒が入ったことでその粒にあるものが地下水濃度を上げてしまうというケースは、えー、我々も経験しておりますで,でその時にだけど土壌は多分基準に適合してるんではないですかという皆さんお思いになると思うんですけれども、えー、土壌から溶け出す量とそれだけを含んでるものが水に入った時にち 実際には基準適合しているところの土でも我々も濃度が出ることは例えば鉛なんかですとよく経験するんですがひょっとするとそういう影響がありうるのかなとただそれにしてはちょっといくつかは濃度が高すぎるかなと思うところもあるんですがいくつかについてはその辺りの影響があるのかないのか今の段階はそういう可能性もあるというだけですがやはり少し検証していかないと。 ちょっと、うん、まああまりにもショッキングな状況、本当にこれがすべてを表しているのかというところを確認をして基礎があるかなと思っております。はい、ありがとうございます。あの確かにその通りで、<coughs> まあこのデータを見てすぐにどうだとということは私も非常に難しいのかなという感じがしてございます。まあ一つはあの地下水が動いたからということもあるんでしょうけれども、今中島さんが言われたようにベンゼンシアンの <coughs> 超過状況を見てみますとやはりあのベンゼンが高いところもシアンも高いと,というそういうこともございますので、えー、何らかの,あのまあ採水とかそういうところで粒子が入ったのか入らないのかそういったものの検証はしていく必要があるのかなという感じがしてございます。 で事前にいたしましまもこの状況が今後とも継続をするのかどうかというこの推移は調べていく必要があるということは先生方はまあ一致しているといううに考えてよろしいかなと思うんですがあの実はあのこの地下水モニタリングというのはあ2年間でこ9回目ということですねで1年に4回3ヶ月に1回やっているんですけれどもこれではあまりにもその時間がかかりすぎると。 とというこでですのでもう少し細かくですねべ、えーまあ、ての地点を追跡するということは時間もかかりますので、えー、重要な地点についてもう少し早く短くですね観測をしていってはいいかなと思うんですがその点は先生どうううででしょうかはいそうですねあの今おっしゃられたように、まあ、3ヶ月単位とか半年単位となるとですね、まあ、なかなかその。 刑事変化というものをなかなか見られないということですのでできるだけその1ヶ月とか場合によっては1ヶ月以内とかですね、うん、そういった単位での精密なモニタリングとそれから分析ですかそれがこれから必要になってくるんだろうと思ってますそれからモニタリングの項目についてもですね分析項目については同じなんですが例えばその採取の方法とかですね それがサンプリングの機械の問題とかですね、えっと、そういったところもあのこれからまあクロスチェックとかダブルチェックとかですね、まあ、そういった手法も必要かなと思っておりますで今あのクロスチェックという言葉が出て以前からもこの会議の中でも指摘はされてきたんですけれども私もやはり こういう状態に至った段階ではクロスチェックが必要かなというところでまあ一つはあの専門家会議の中でいろんな観測をしていただいておりますのでえ水銀の,その感度を上げた分析とかですねそういった <coughs> 専門業者会社とからとまあと公的な機関として東京都の こちらから指名して申し訳ないんですけれども環境科学研究所関係ですねでもしよろしければそこにも少しご無理をお願いしてということとあとはあのもう1社ぐらいですねあの民間企業の方にお願いしてはどうかなという感じはするんですけれども内山先生とそれから東京都の, <laughs> あの田野さんにもお聞きしたいんですがいかがでしょうか。はい、あの私も <laughs> 私も賛成です。あの特に私は待機をよくやってるんであのは関与しているんですけれども、まあ、年4回のモニタリングで年平均値を出すというのは、まあ、ある程度安定していて、えー、いる場合には年4回でもいいでしょうでも12回やるのがまあ本来は適切ですということですので、えー、この間隔をもっと狭めてですね今特に変動しているわけですから1ヶ月に1回なり。 感覚を狭めるということと、それから特に今、可能性としては今、採水の方法,方法といいますか、その主義というのもあったので、それらの辺は統一してあの、あるいはこの専門家会議の座長なり、小梅先生た立ち会っていただいて、より妥当な、今の妥当な方法で採取して、それをクロスチェックするというのは非常にいい案だと思います。あと、あのー 勝手に申し訳ありませんか指名して申し訳ありません。すません。東京都環境局の担当でございます。あの環境公社の,あの環境科学研究所という機関が私どもの,あの外部機関でございますのでそちらの方でも対応するようにあの速やかにこれから手配いたしますのでこちらのクロ,ク,、まあ、クロスチェックのさらにチェックということであのそういう機能として,あの使わせていただやらせていただければと思います。それと <laughs> お駒先生からも長嶋さんからも指摘があったんですけれども再生の方法ですよねでこのようなところもやはり専門家会議があの関与さんはいいだろうと,ということを小島先生もご指摘やったんですけれどもあの <laughs> できれば専門家会議の立ち会いの下で再、えー、水等々をするあるいは あそのひな型を作るという、まあ、これも決まっているんですけれどもそれに従ったやり方を確認をしていきたいと,という,うに思うんですがこれは小林先生のがしいです、ね、<laughs> いかがですかあの立ち合い等々につきましてはい、あのおっしゃる通りだと思うんですよねあの、まあ、採水と一言で言ってもですね、えっと、結構いろんな操作が入ってきますので1、まあえっと、つの業者が決めたものでなくて、まあ、国の決めたものをベースとしてですね まあやっぱり、あのーまあ、クロスチェックといいますかね、えっと、複数のまあ利害関係者の人が入って、えー、まあ立ち会って、採水をします、それから前処理、それから分析という操作を、ですね、まあ、一連の,その公的な操作をしっかりと確認していくという、まそういうところであの、これをどう評価するんだということで。 私たち質問会議も戸惑っていると,ということが事実でございますそういう意味で少し時間をいただくということですねの、まあ本当に勝手な言い方ではあるんですけれども、えー、火曜日にデータをもらってですね今はこれ評価しろと言われましたと私もあのー、こういう経験まず 今まででないんですねで普通はあの、まあ、若干その変動しながら下がっていくという、まあ、これも当然あることなんですけれどもこの豊洲の地下水につきましては道場だけではなくって地下水の処理もしているんですねそういうところでなぜこういうふうに急激に濃度が上がるのかということをです、ね、それについて検証をしていく必要があるということだろうと思います。 そういう意味で質問会議が直接、分析、採水です、ね、地下水の採取、前処理、分析、それに全て東京都の関係も含めまして関与をして、なぜこういう事態を招いたのかという原因究明に入りたいと。 それとあのやはり宇治山先生からも小松先生からもご指摘がありましたように、えー、3ヶ月2回の調査ではあまりにも時間がかかりすぎると,ということですので可及、まあ、的速やかに濃、えーえー、度の高いところあるいは低いところ代表的な地点を選んで再度、えー、採取分析に入りたいというそういうことはよろしゅうございますか。 えー、201箇所の調査に入る、<coughs> 決めた段階でですね入るという、そういうふうな方向性でよろしいございますか、何かあのご意見ございますでしょうか、長嶋さんもよろしいでしょうか、で少しあのお時間をいただきたいというところでございます。<coughs> であまり明確な結論というのはなかなか出せないんですけれどもこれらの結果を踏まえて改めてこの専門家会議にお諮りをしてで今後どうするんだという対応策を明確にしていきたいというのを持思ってございます。でででであああとごご意見ございますすしょうかよろしいですかであのここで一度あの一 私審議は終わらせていただいて、メディア、あごめんなさい、あの今日ご出席されている傍聴者の方との質疑応答に入るということになりますけれども、よろしゅうございますか。はいうん、それでは、あの、ちょっともう、ち度もお待ちください <laughs> あの、その審議にあの、質疑応答に入りたいというふうに思ってございます。あと、長嶋さんの方にお渡ししてよろしいでしょうか。はい。 えー、それではあの会場傍聴者の方からのご質問をお受けしたいと思います。えー、挙手をお願いします。じゃよろしくお願いします。マイクはい。えー、何かあの昨日の夜ですか、えー、予告のようなまあ知事からのですねまあ情報漏れと言いますか、えー、今日はかなりいまあ、あ悪いデータが 出るようだというまあ、予告の話があって、えー、それが今朝の NHK ですかに追っかけてですねそ,それから新聞各紙がそれらをまあ、先行報道されてるわけですがこれはあの本当に遺憾なことだと思うんですよね、えー、これはもう平田座長が前回からおっしゃっているようにですね、えー、この扱いは気をつけろということを東京都にあれだけ 支持されているのにです、ね、なぜこういうことがあのあ事前にです、ね、こういうことが漏れるのかそしてそれの扱い方がです、ね、非常に今気をつけていただかなきゃ困るんですけどもこういうことで、まあ、先行報道されたということを大変私は驚いておりますしまたあの、えーまあ、がっかりしておるというのが一つの段階でございます。 それからもう1つはあの今先生方自身もですね大変驚いておられるってで座長がお知りになったのが1週間前だということですがえこれについてですね私もえまあこうやって伺ってですね全くこれどうしてこうなっちゃったんだろうかとでいうことがわからないんですよね。ですからいろんな要素が考えられると思うんですけども。 えーまあ、あの,、えーあの,えー、あの検体の,方のですねあの変化はさっきあ小井先生がおっしゃったように今あ地,下管、えー、地下水の管理システムがあ稼働したということの変化だけだとおっしゃるんですが今までのです、ね、1回目から7回目までと8回目、9回目がどこが違ったんだ何が違うんだと。 いいうことを私、まあ、あの知りたいんですよね特に、まあ、これはあの東京都の方にうちな、えーきかえー、伺ってもです、ねまあ、ちゃんとやってますという返事しかないんでしょうからこれは平田座長に伺いたいんですけども例えば今まで7回の検査がですね、あのー、まあ惰性でやってたとかですねあるいはあの真剣味が足りなかったとか、えー、そういうことがあったのか。 あるいはその、えーまあ、たまたまです、ね、この8回、9回のものがです、ね、こうして、まあ、あ移転が延期になったということのあとでそれを受けて、まあ、あのあ発表になったことが原因しているのかそういうことで数字の扱い方が変わったのか、えー、その辺が私、非常に疑問を持つんですよね。 それで、まあ、例えば前回まではじゃあもうあいいやこれは大丈夫だろうということで、まあ、安易な形で、えー、取り扱いがされていたのかそれから今、ほかの,、えー、の機関にです、ねえーまあ、ダブルチェックの意味もあって、えー、検査して,していただくということを今、座長から指示がありましたけれどもそういうことがなぜ今までやってなかったんだと。 一か所だけのあるいは東京都の職員だけのやり方をただそれを信用してここまで来ててですねそうしてまあ9回目でこんなデータが出てですね慌てて今やるということがこれなんかおかしいんじゃないかというふうに私は思うんですよね。でどっちがどうだったかということは別に今の段階では評価できませんけれども非常にまあ今になってこういう事態になってですね 改めて大変驚いているし早くですね、きっちりしたあ実態をきちっとつかんでいただきたいそしてそれに対する、まあ、あ対策ですねじゃあどうすればいいのかなんでこうなったんだということをもうあの本来、まああ えー、罪隠さずですねこれは特にもう東京都に言ったって東京都は適当にやるに決まって,決まってるというか私はそうしか覚えないんですけどもですからこれは座長3人の先生にはっきりお願いしたいんですが先生方がですねきちんとしたあの、まあ、学者の立場でですね冷静に見ていただいて、えーまあ、きちんとですね正確に、えー、あの資料も出していただきたいし、えー、正確な判断 ををおお願願いいいいいししたとととうううこまますすどうもありがとうございます、あのー、そういう意味でこのモニタリングに関しましては専門家会議ともう一つ教員会というのがございますので本来そこなんですけれどもでもあのここで書けますという知事さんがおっしゃってますので専門家会議があの強く関与してこれからやっていくと,ということだと思います。そういう意味では 地下水の採取の方法から前処理分析等々一連のものを全部専門会議の管理のもとで行うということですねそれはもうぜひやらせていただきたいと思います。ただし過去のことでじゃあ8回までのデータはどうだったんだということを今振り返りましてもですね改めて東京都の方にはチェックはさせますで私もそのチェックの内容を見ますけれども。 そこから上がってくる答えっていうのはまあ明確なものは多分難しいと思います、うんええ、おっしゃる通りですあのそういう意味で山崎さんは笑ってられるんだけど多分同じこと言われると私 <laughs> も辛つらいんですけれども是非こちらの方で改めてその推移を調べていくと,ということをこれしか今はもう言えないですねでこれが急激ながるっていうのは まあ、ああいう意見もあるんじゃないかこういう意見もあるんじゃないかといえうまうすけれども実態はどうなんだということは我々が直接現場で確認しないと私たちも経験には申せないというのが実態だと思いますそういう意味では専門家会議が関与して、えー、データを出したいということは思ってございますしそれともう一つ対策もどう,どういうふうな対策をしたのかということを改めて精査をすると。 ということを、まあ、今日も出てくるんですけれども、もっと細かいボーリング資料をまで含めたです、ね、<laughs> 精査をしていくと,ということだと思います。で、<laughs> まあ何回も私申し上げるんですけれども、少し時間をいただきたいということをですね、まあ、それはもうぜひお願いをしたいというふうに思ってございます。それでは えすいません、築地の中卸の山原の山崎です。ご苦労様です。まああの、毎度毎度同じことなんですけど、まあ、伊藤会長のお葉をお借りすると、まあ本当に東京都さん、申し訳ないんですけど、本当に信用できないですね。1回目から8回目まで、不検出で、あ、7回目なんですか、8、9、こうやって出てですね、まあ本当にそこに何があったんだって言ったら、素人の僕らからしてみたら、 じゃあ、改ざんがあったのかとか、本当に本当にいろんな部分でですね、先生方にまで嘘ついた数字を出してたのかとか、いろいろ疑われても仕方がないじゃないですか、本来であれば11月7日に僕ら行ってたわけですよ、行っちゃった後にこの数字が出ないで、本当によかったと思いますよ、そう思いませんか、聖火の方たちも、泉さん、そう思いませんか、そう思いますよね。 でねで今までのいろいろな話の中で、クロスチェック、今やりますって言ったじゃないですか、僕らずっと言ってたって、東京都はクロスチェックはしませんって言われてたんですよ、本当なんですよ、今までのあなたたちの対応って、それで、ベンゼンが38箇所、シアンが39箇所、今数えましたけど、ヒが19箇所、基準値よりオーバーしてる。 普通なら行きませんよ、安全宣言も小池都知事出したくたって出せないですよ、これは都民も消費者も日本の国民もみんな納得しないと思いますよ、本当に、これは先生方に言ってるんじゃないんですけど、ですから、あそこのえ豊洲市場の前の土地っていうのは、東京ガスのガス生成跡地だったっていう。 日本最大の土壌戦地だったということを、もう一回認識した上できちんとした上で考えていただきたいなと思います。僕らは何度も言うようなんですけど、これ、実験場ですよね。僕ら、市場を作ってほしいんです。市場を作ってほしいんですよ。これじゃ実験場ですよ。申し訳ないんですけど。それを認識した上で、申し訳ないんですけど、しっかりとやっていただきたいなと思います。 あの本当に今回の専門社会議平田先生には感謝しています。本当に光栄にやってくれてるなってのを本当に感じてますんで今後もよろしくお願いいたします。私から以上です。すみませんどうも。じゃあ後ろの方お願いします。マイクマイク。 坂浜の,のぜでございますあのこれ誰が見ても、ですねこれ、この、えー、と丸一の五を見たら、これ、誰でも分かりますよね、急に全然、全部不検出で、えーね、この9回で、ボンと出たと。今までいかにでたらめだということが、これ、誰でも小学生の2年生だって分かりますよ、これで。そういうことも含めて、ですね先ほど、小前先生がこの話を聞いてまして、ああ、いいこと言ってくれたらなと。ということはですね、やっぱり、平沢町長も主としてですね、 やっぱり民間の方の専門の人も入れてです、ねまあ、10回、11回とかその検査をぜひ、ね、やっていただきたいそうしないと我々も信用できないです、はっきり言ってで今日もまあおいでになっていると思うんですが結構あの有名なです、ね、方がおられます、またこの投資に関してです、ね、いろんな今まで十何年間勉強している先生もおられるんです。 で、そういう人も含めてですね。ぜひ一つ、小前先生のおっしゃる通り、やっていただきたいと思います。どうですか、先生、社長さん。平田社長さん、どうですか。今の小前さんのお話の中。まあ、あの、プラシックは、あの、東京都の関係もやっていただきますので。そうですね。ええ、で、一つは、あの、まあ、専門家会議の中にある業者ですね。だと、一つは。やはり、これ入札になりますので、そういう形での。 あの調査にならざるを得ないと、というふうに思うんですね。そういうところで、まあ、三つの期間のデータを並べてみると、ということになろうかと思います。はいまあ、入札もいいんですが、やっぱり民間。まあ、あの、あの小池さんのね、指名があっと、同時にですね。やっぱり我々の方もがですね。でし、こういう人をどうですかと、いう推薦もですね。本当は、やるべきじゃないかなと、思います。そして初めて安心ができるんですよ。 その民間の方がですね調査をしてあこれなら何とかいけるんじゃないかとかそういうやっぱり話が出ればですね我々も安心したい今の山崎さん言った通りですねこのような状態じゃで東京都も信用できませんし含めてですねお願いいたします小林先生一つよろしくお願いしますじゃご意見として伺っておきますはいじゃ不詳の方の方 中卸の岩井と申しまます。すみませんあの。今私が持っているのはあの平成14年の9月26日にあの水野屋さんという建築家の方が開示請求を出した資料です。それであのこの観測員の周りにあの基準値越えがたくさんございます。 で先生方はあの不思議とおっしゃいましたがあの民主党政権時代に田上議員がやはり観測位であの前回、基準値超えしていた時に次回に基準値以下だったという例がございました。 それでその時に地下水は移動しているんではないかという質問をしましたで私も同じようにあの組合の説明会で東京都の方に地下水移動しているからこういう結果になったんじゃないんでしょうかというあの質問をしましたでその時に東京都の方が答えたのは環境基準以下になったからいいと私はそんなことを聞いたんじゃないんです地下水が移動していると。 だからこういう結果になったんじゃないんですかということをお聞きしたんですそれで他の箇所からも、あのー、基準値を超えたところがありましたそれはあの他の井戸でやっぱりそういうことがありましたでこの開示請求の資料を見ますともはや単なる汚染地域ではなくって高濃度汚染地域だと思います先生にこれあとでお渡ししたいと思いますが 観測員の周りに環境基準を超えているところが多々あります。ですから今回も私はやはり地下水は移動しているのではないかというふうに思っています。すみません。以上です。じゃあまた後でデータいただいてはい、はい、すみません、はい、あのー、はいはい <laughs> ありがとうございます。後になりますが。 あの、前回レベル2とした理由ということについていう。あの。レベル12というあの3回目の資料ございましたね。安永さんの方から、それあの、はいはい、もう半部分で議論していただけますでしょうか。はい、ですかられそれ<今>あの次回もすみません。あの次の時にお聞きしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はいはい のの株式会社山の渡辺と申します、えー、モニタリングの変更議案を出されるということで分、まあ、かりやすく言えば年間に4回だったものそれをまあ 年にまあ、月にに回ととといいうう形にされるということでした、えー、検査をタイトにされるというのは分かるんですけれども2年間かけてきて1回目から7回目までが終わって89と変化が見られたそうすると、まあ、それを仮に12で割ったとして2年間で24ですよね仮に24回やった時にそのちゃんと24をやった2年間を経過を見るのかそれとも単純に12回という感覚で1年で終わらせてしまうのかそのモニタリングのスケジュールの変更というのはどういう考え方ですか あの今緊急的に行おうと思っていますのはなぜこういう事態を招いたのかというそれううを調べることが一つ目的がございますね。で2年間モニタリングっていいますのは対策はうまくいってるのかどうかということを地下室でチェックしましょうと,ということでございますので,でじゃあ2年間ずっと不検出っていいますか基準値下につきましてはまあこれから先 あのそれほど調べていく必要もないだろうという感じはいたしますけれども、この豊洲の地で、豊スごめんなさい、豊洲で言っちゃいけない、豊洲市場の地で、モニタリングが終わることができるのかといいますと、これは無理だと思います,です、これについては、モニタリングについては、ずっとやっていくということ、ただし、地点はえ考えなきゃいけないと思うんですね。 で地点を選んでモニタリングをやっていくということは前の専門家会議の時の議論でもありますしその後の技術会議でもモニタリングは続けていくということだと思います。だからやめるということは当然考えていないんですね。で今あの感覚を狭めまでやろうという考え方の一番の目的はこの状況がどうどうなぜこうなっているんだと,ということを調べたいと。 小林課長もから山崎さんおっしゃっているまさにその通りだと思うんですね。で,ねで我々も今は今このままでは理解できないと、あ、はい、理解できないのでその会議がある研究者としてあのちゃんと理解できるような調査をしたいとということなんですね。 確かにそれとモニタリングをやっていくということです、ねはい、確かに8回目と9回目のタイムラグを考えてその間に3回、4回やればもっと細かい原因が分かったかもしれないということが前提ということですよね。ということですね、これから先に見ていきたいということ、はいはい、その、はい、モニタリングが終えるというのは例えばあの、汚染が検出されますよね、基準地上になったとでそうしますと。 その地点が環境基準を満たしてから改めて2年間というそういう考え方なんですね。だからあのなかなかあのここでモニタリングをやめていくということは非常に難しいと。そうしますと素人的な考え方かもしれませんが2年間かけて出たものが 2, あの2年間で、まあ、今回8回目9回目で出てしまったそうしますとまた、まあ、変な話ゼロに戻ってまた2年間という考え方でなるわけですか。そうしますとと少なくともこの2年間 とといいいいうう結果が出出ななな限りはは安全宣言的なものせそれで私が最初に申し上げましたのは地上部分と地下の部分は考えてあの別に分けて考えた方がいいんじゃないかとで今は地上に関しましては出ていないんですね出てるっていうか一般環境待機と変わらないとでむしろ豊洲の方が東京都内の平均値よりもきれいなんですね。 これは今までデータをお出ししていますのでその部分と違う部分というのはあの切り離して考えた方が私はいいだろうと,というのを思っていますすみません、何度もあのそれは私たちも十二分にここに参加させていただいている以上分かっているんですが、はい、あくまでもメディアを通してまた豊洲市場で基準値を超えるという <laughs> え報道がされますとどうしてもそ,のそれが地下だけで。 実際に空間上は問題がないという補足説明がつきませんしその一番大切な部分は絶対に流れないというか、うん、受け入れててもらえいいななのが現状なんですね、はい、そうしますとあくまでも地下も含めて出ない状態にならない限りは結局、まあ、メディアの方たちにも責任があるのかもしれませんが。 私たちとしては振り回されるだけだと思うんですね。ですから、先生も最もあの地下と地下空間とあのその地上空間との線引きは大切だと思うんですが、実際にその部分っていうのはま一般の方たちが受ける印象は一緒だということをご理解いただければと思います。はい、そういう意味で、あの地上地面の上につきましては、これ安全な話ですね。で、地下についてはこれ安心な話だと思うんですよ。 でその安心のところをどうすればとりあまず築地の方々が <laughs> 納得していただけるのかと,ということじゃないかなと思うんですね。そのためにはあ皆さんが納得するよりもまず最初私たちがあのちゃんと理解できるデータでなければですねこれを見て評価してださいって言っても私はちょっと今はできないという感じだと思います。たただし、えー、上と下はは分けて考えた方が私はあの サイエンスって言いますか、それでもいいんじゃないかなと。はい、あのメディアの方たちにもぜひ上と下を分けて考え方を <laughs> 伝えていただきたいと思います。一番、えー、右側の方。 すいません、えっと、私は東京都内で NPO、食の安全の NPO をやっているあの、私も山崎というものでございます、えっとえー、昨年の12月にです、ねあの、私どもあの、食の安全の専門家が集まりまして、緊急パネル討論会をやりました、この豊洲の県に関しましてであの、えー、食の安全、都民の食の安全が一番大事でございますので、食の安全は何に依存するか、この環境、地下の環境ではなくて、 そうではなくてて食食品衛生上ののリスクがががどちらが高いいかととうことが食の安全にに非常に依存しておりますですから専門家の先生方に今日お聞きしたいのは今回ちょっと超過したものが出てきたということなんですがこの地下の地下水の環境基準をオーバーしたということが都民の食の安全にどのぐらい影響するものなのかという部分をあの、まあ、今日はメディアの方もたくさんおられますのでそこの部分をあの率直なご意見をお聞きしたいと思います。 そういう意味でもでうちょっとお邪魔先生からリスクの話は説明し,たしていただきたいと思うんですが一番最初にこれまでの資料の3ですね。 資料の3のところのこれまでの評価の状況というところだと思うんですね。で先ほど申し上げました地上と地下の話というのはまさにそこと関係をしてございます。で人、えー、の健康影響ということに例えば食の安全も同じなんですがあそれに言いますと一つは地下水を使っているのかどうかということをですね汚れてるんですけれども使っているのかというと使っていませんということをそれからじゃあ土壌粒子が飛散をして お魚にくっつくとか、あるいは人が暴露されるとか、そういう状況になるのかって言いますと。と十分なあ。地表面は被覆をされているとということで大丈夫だとということだと思うんですね。で、そういった中でも、やはり前の専門家会議の時でも問題になりました。のは、じゃあ土壌に触れても大丈夫だとから、地下室は使わないから大丈夫だと。でもケ発性物質は気化してくるじゃないかとということだと思うんですね。 じゃあどの程度のものが気化をしてくるのかということを計算上前の時は計算したんですねそういたしますとまあ地下水ベンゼンでいきますと 1ppm ですよねだ環境基準の100倍ぐらいの濃度であっても十分に環境基準は満たせると,ということあるいはお魚あるいは野菜の表面についている水にくっつくベンゼンの濃度っていうのはそれよりもさらに100分の1ぐらい小さいということでまず安全で間違いないと。 ととということを結論しして申し上げたんですね、まあ、そういう意味ではあの食の安全という意味で言いますとこの線であっても私はそんなに大きな問題があるというには考えてございませんただしそれはあの安全であって、えー、なかなかその責任の方等々の安心にまでつながるのかと,ということだと思うんですね。科学的安安全だというのと安心といいううのの心は やはりあのこれ科学的な問題ございますので非常に難しいと,ということだと思います。でその安心のところを地下水でチェックをしようということだと思います。あ,ありがとうございます。えっとその部分を言っていただいてあのあの食の安全に関してどの程度のリスクかっていうのをやはりあの今ですね豊洲の環境基準とかそこら辺の地下の問題とかそこにばっかり話が集中してしまってるんで食の安全に関して築地と豊洲で どうかということをちゃんとそこをリスク評価を比較していただかないとあの間違えてしまうと思うんですね。で、私の感覚だと豊洲の地下水の中を魚が泳いでもしない限りは食の安全に影響は全くないというのが私のイメージ。すいませんあの豊洲じゃなくて豊洲市場ということですいません。豊洲市場の地下、地下水を魚が泳いでるとかいうようなことが起これば。 あの過去に起こった公害問題とかそういうような食の安全の問題が起こる可能性というのは確かに否定で,できないですけれども現時点で明らかにやっぱり築地の方が食,の安全あの食品衛生上のリスクはやはり高いんではないかというのが食の安全の専門家が皆さん述べていることだと思いますのでやっぱりその地下の環境基準のその安心問題に関してはやっぱりあの安全とは違うということをはっきり専門家の先生方に言っていただきたいと思います。 でそういう意味であの計算上はそうであったで今回はもう計算ではなくて観測をしているわけですので観測値でもって見ても地表面から上あるいは建物の一階上については大丈夫ですよということを何回も申し上げているんだと思います。先生のところちょっともう一度内山先生のごめんなさいちょっと待ってください。内山先生からリスクのことで少しお願いします。あの今座長がおっしゃるようにですねあのこの土地 豊洲市場の候補地をあの評価する時に、まあ、安全安心も両方考えましょう特にあの生鮮使用生鮮品を扱うということから安全安心ということでじゃその条件としてこの前も申し上げましたけれども人が一生涯安心してそこで暮らせるような えー、環境にしましょうということであの今の現在のあの森道も含めたあの処置をすれば大丈夫でしょうということで始まっていると思うんですね。ですからあの当然あのここで先ほど、えー、本日の、えー、これまでの評価で地下,、えー、地下水はあの飲水しないそれから土壌もあの 直接接触とかですね飛散をしない状況になっているということで地上部分はそれほど問題ないんですが特に東京あるいはあの関東の問題として大地震があの将来近いうちに起こるかもしれないということで、えー、先ほどからもご質問ありました、えー、地下水が吹き上げてこないかとかですねあるいはガス状物質が吹き上げてこないかというところまでもあの 考えて評価をしたとということですねでその時に出てきたのが、まあ、地下空間を使うといろいろひび割れがしたりですねそういうこともあるので非常にあの管理が大変なので地下を作らないようにしましょうということで前回はご提言したわけですけれども今回それがちょっと地下,ピット地下空間ができてしまったということで改めて再評価しましょうということで来ているのであの、えー、現在の地下 状況では先ほど前回の評価まではです、ね、地下空間があることによって特にリスク地上のリスクが増えているわけではないとこういう対策を取ればまず地上の空間は大丈夫かなというところまで言っていたんですが今回はちょっと地下水のです、ね、数値が。 まあ予想外に高かったということでこれはやはり安全安心につながらないだろうとでこれをあのここで判断できる問題ではないということで座長おっしゃいましたようにもう少しここに関してはあの詳しくなぜこういうことが起こったかということを確認してから判断しましょうとそれからこれがこういう状態が続くのかですね一時的な問題でまた元に戻るのかそれによって最終的な判断はしたいというのが専門家の委員会の方針だろうと。 次、えー、横の方お願いします。えー、NPO 法人環私、今日のあの報告を大変不満に思って聞いております。というのは、原因がわからないままに数値が増えたということで、どんどんこの土地が悪くなっているような印象を与えて、ますます不安を煽っているような感じに聞こえます。えー、私はもう、 汚染の発生源はないわけですから、増えるわけはない、だからたまたま今回増えたかもしれませんけども、それはやがて収まる話だと思います。で、全体としてはもう全く私は先生方のおっしゃるように、問題ない都市になってると思います。特に東田さんがおっしゃるように、地上についてはもう全く大丈夫なわけですから、引っ越しても問題ないと思います。ただ地下については多少。はい。ということで、もう一つ。 確認のためをお聞きしたいんですけども、あのー、今の環境基準というのは確か直接飲んでも大丈夫なような数値だと思ってましたけどもそうですねだからなぜそれがあの地下水をモニタリングすることがあの引っ越しに差し替えるのかそれを聞きたいんですけども今あのー、その 地下の問題と地上の問題とは分けてっていうことは多分つりの方山崎さんなんかも,もうご了解済みなんですねでそれは分かっていただいてるんですが地下に汚染があることによっていわゆるその作りブランドといいますかこれから作ろうとしていく豊洲ブランドに影響があるんじゃないかっていうことを心配をされておりますのでそれがサイエンスで安全だっていうことと人間の心の問題として安心であるというところの非常に大きな線引きがあると思うんですね。 でそういういところで、えーまあ、確かにその割り切ってしまえば地下水は飲まないとだからから土壌汚染土壌もし仮にあったとしても触れることはないというそういう状態で、えー、土壌汚染対策法上は何の問題はないということなんですね。で土地利用についても制限は、まあ、若干工事ある時には制限ありますけれども問題はないんですけれどもそれではなかなか一般のいわゆるその消費者が納得をしてくれない。 面があるんではないかとそのために時間の,、うん、のところは安心のためにどうすればいいかということを今まで延々とやってきているわけでございますので、まあ、いろんな議論していただくのは私結構だと思うんですけれども、まあ、そういう感じだと思いますだでも今日はあ,のああいうふうな意見が出た,出たということもございますので山崎さんどうですか <laughs> まああの 反論の会になってしまうんで、まあ、そ,ういうもあそういう意見もあるということで、私ども、市場の人間としては受け止めなきゃいけないとは思ってますが、あのまあ、そのおふくた方に申し訳ないんですがあなた方はここで商売やってるわけでもないですし、市場が築地が汚いとか、その豊洲がきれいだとかっていう資格はないと思いますよ、申し訳ないんですけど。 ですからあなた方が手を挙げる事態もおかしいと思いますし僕が言いたいのはやはり我々が一馬人としてやっていく中で先ほど先生言われたようにこれから大地震が起きたりとかいろんな部分で地下水が噴き上がったりえまあ土壌なんですかね下からもまあね土が噴き上がったりの時にそに拡散されたまあ汚染のですねされてるその 土が吹き上がってしまったときに、じゃあそこの豊洲って安心なの、安全なのって言ったときに、豊洲市場ですね、豊洲市場は安心なの、安全なのって言ったときに、消費者、東京都民がですね、どう受け止めるかってことが大事であって、やっぱり僕はそういった部分では、あのー、やっぱり安心があって、今、築地で1000円で売れてるものが、 1000円の価値のある、あのー、魚が1000、ね、円で豊洲でも流通しなかったら意味がないことですし1000、あのー、円で売れてる何いる野菜もそうですよね同じような、あのー、価値で,です、ね、流通しなかったらやはり日本の水産業、農業もかおかしくなってしまいますからそういった部分で言ってるんであって申し訳ないんですけど、あのー、本当にこういう議論の場でなかったら大変申し訳ございませんうなりつきちゃってますよ。よ、はい ですからあの本当にあのー、この議論はですねそういうところまで配慮していただかないと都民は納得しないと思いますしあのよろしくお願いいたしますはいすみませんそういう意味で今ごめんなさいあの白紙はもうちょっとやめていただけますでしょうか。<laughs> あのそういう意味であの両方の意見をあの公,平公平にという意味で、そういう意味です、それで、そういう別になれの,何もあの山崎さんの応援演説とか反対意見を言ってくださいと言ったわけでは全然ありませんので、あのそれはあのご,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 ご了解いただけますでしょうか、いろんな方がいらっしゃるということで、これは、まあ、あのコミュニケーションというか、リスクの話だと思うんですねで、いろんな意見を出していただいて、その中で、えーまあ、考えていくということだと思いますので、すみません。はい あじゃあいってからこちら次いきますので。えっとも元は。あ元環境学会の会長の旗です。あの平田座長とは。まあ十年以上前から。大阪の O. A. P. の。O. A. P. の土壌汚染事件で。こういう専門家会議あって。まあ平沢座長で、私は。そのマンションの住民の推薦で。まあ一人だけ。あの委員に入って。まあ一緒にやりましたよね。 で東京のこの専門会議私は外されたんですけど、まあ、先ほど山崎さんがやっぱ OAP の事件を知って僕どこに頼みに来合ったんですよやっぱこの問題を取り組んでほしいことで,でそれ以来まあ10年前の専門会議からずっと私はやっておりますそれでね今回の専門会議ちょっと1回目2回目出れなかったんですけど、まあ、インターネットで見たりとか、まあ、前回ちょっと用事があって出れなかったので今回初めてなんですけど、まあ、いくつかちょっと質問があるんですけど とあ元大阪市の,あの旗と申しますそれでですねまず、あ、1点はですねもともと前の専門家会議が土壌線対策の柱として日、まあ、本柱を提案したわけですよ。1つ,は1つが盛り土ですよでもう1つが地下,地下水を2メートル以下、まあ、平常時は1.8メートル以下に保つというねこの2つが基本的な対策なんですよ。で今回この この2つもね、破られててるんんででですすよ。できてないんですよ。きないそれに対する専門家会議の評価をですね、まずやるべきですよ。す建物の下は盛り土がないで。周りの地下水は、まあ、今、今組み上げてるからすごい下がってきてますけど、まあ、まだまだ2メートル以下にはならないですよね。まあ、いつなるかわ分からないという状況ですので,で議論を聞いてると,、ねあとねまあ、そうにはまず前の専門家会議の対策の評価をちゃんとすべきですよ。下 こういうい結果になっったらやっぱ批判を東京都批判をまずすすべきですよそれから、まあ、あの現状こうなってますのでこれ現状追随型に、まあ、要するにあの現状対、まあ、そ,その場しのぎで今対応をやってる感じがするということです。それとね全体の議論聞いててねここはやっぱ汚染地なんですよ。ところがねなんかねあのペーハーがね11の理由はねセメコンクリートセメントだとかね そうクロームもねセメントだとかねアンモニアもセメントだとかねセメントはですねナマコの状態では水酸カルシウムで、まあ、アルカリ性ですけどペア,ペア10以上になりますけどこれだんなか空気中の炭酸がってね炭酸カルシウムになるんですよそしたらペア8ぐらい弱アルカリ性になるんですよで僕はあのイタリタイプの神岡座のねあのことずつ45年以上40年以上やってますけどねあそこ石灰岩の鉱石なんですよでコーナーから出てくる水はねペア8なんですよ だから石灰石とコンクリートの基本的に構造は一緒なんですよ。だからいつ、この大量の地下水がです、ね、いつまでもペア11というのは僕はおかしいと思うんですよ。で実際に僕ら2007年にその5階区と7階区のアンダーパスのところで、まあ、5階区ののり面から、そこから湧き、ね、出ている地下水を調べたことがあるんですよ。まあ、そこ先坂巻さんの人に。そうするとペアはやっぱり11前後あったんですよ。 ところが東京ではです、ね、そのその水を平気で海に排水したんですよ。何も処理せずにで。それをただしたらね、東京では何でしたかですね。ここはまだ事業所工場事業所じゃないから排水基準は適用されないんだと、まあきれましたけどね、まあ、そういうことはもうあったんですよ。いうことで、その <laughs> そここはここはですねなんか完全に綺麗になったようなね <laughs> ことが前提にね、その。 開業されてるんですよ僕はね土壌汚染40年でやってますけどねだからそやっぱり汚染は残ってるということを考えてやっぱり先ほどのペアにしてもベンゼン、シアンヒ素ですねそれから水銀鉛六角類ムについてもですねそういうなんか自然汚染とかですね他の原因を追求するじゃなくてやっぱり汚染土壌汚染地下水から来てる可能性があるというそういう前提でやっぱり議論をしてほしいですそれが、まあ、2, 2点目ですね。 地下水の水がですねこれもともと専門会議とか技術会議の時でも議論されてましたよね、かなり粘土質の土なので、多分井戸のストレーナーがですね目詰まりして、ですね多分水が上がってこない、実際に聞くと、なんかポンプ自身もなんか時々取り替えるぐらい、ですねものすごい泥が上がってきてるらしいですね、そういうことで、本来、1日600トン上げれる水がですね300トンしか上,上げれなかったとか、最近はもう150トンしか上がってないとかですね、そういうやっぱりあの地下水の汲み上げにやっぱり失敗してるんですよ。 ももととそういういれあったんですよだから僕は前の専門家の時期にこういう傍聴席で、絶対にこんなふ2メートル以下にできませんよて言ってたんですよ。当時、ね、一番高いところが5メートルありましたね、開発、近すまあ今回でも当初4メートルぐらいありましたよね。それが確かに組み上げて少しずつまあこういう図で少し,少しずつ,、まあ、少しずつまあ下がってきてるんですけど、こういうね、特にですね、あいいです、いいです。いいで あの今、地下ピストル水を汲み上げてますから、おそらくさらに下がってきているとま依存依存のところ水を汲み上げてるみたいなもんですからね。下がっていくと思うんですけど、それが2メートル以下になるかへの保証はないんですよ。だそういう意味で洗濯が始まってから地下水の要請始めたんですよ。で、当初東京都の説明はですね。市場を開業してから。 地下水を組み上げるとそれでは遅いんですよ。もうすでに工事中に盛り土してますから、その盛り土自身がすでに今そ、先ほどモニタリング出ましたように、汚染地下水使ってるんですよ。おそらく、ね、再汚染されてるんですよ。だからそういうことを前提に、やっぱりど土壌の調査もやり直さなあかんと、私は思ってます。それと最後、クロスチェックの問題ですけど、これ、大阪の OE b でもやりましたよね。 でいわゆる住民推薦の、まあ、僕,僕とかあとそういう分析会社も調査会社も住民推薦の分析会社とあそこは三菱金属だったんですけど三,三菱の、ね、指定するあの、まあ、ドア工業のなんかコンサルトとかですねそ二社でクロスチックやったんですよそれから僕ずっとイタイタイムのことね45年以上やってます,やってますけどねイタイタイムの場合は三菱金属の水の分析は全部クロスチックやってるんですよで僕らは富山の分析会社を頼んで,で住民が 僕、住民は指定する科学者がその調査機関を指定してですね、富山の水池のこと全く関係ない分析会社に、鉱山の排水から、人数から水を今現在ずっと毎,毎日やってるんですよ。それで水質チェックやって、それでやっぱ安全性がやっぱ保障できるんですよ。だからやっぱり東京都の、ね、環境研究所、これは都の行政機関やから、そういうところじゃなくて、やっぱり先ほど中卸市の業者とか、一般市民が推薦するですね分析会社とか、まあ、専門家、 とに対して、はっぱクロスよくやっていってほしいなと思っております。以上です。で、まずは森戸の問題ですけれども、まあ確かにあのとても大きな問題で、実際にその立ち止まって考えましょう。っていうのは森戸から始まったとということは十分。私たちも認識をしてございました。ただし、あの今その問題ではなくて。えー で現にも建物ができてしまった後でどうすればモル田相当のものになるんだと,ということを考えるのがこの専門会議のミッションであると,というふうに考えてございますのでそこはご了解いただきたいというふうに思います。から PH 等々問もにつきましてはこれは後で中島さんの少し補足的に説明いただけますでしょうかね。あの実際にデータをもう入れて <laughs> 説明をしてございますし PH はやはりあの最初は高いんですけれども今ずっと下がりつつあると思うんですね。 でカルシウムも土壌の中に入っていくということで、pH も下がりつつあるということで、いつまでも pH11、12の値になっているわけではないと,ということだと思います。それとっ地下水の組み上げですけれども、まあ、確かにあの年生度といいますか、盛り土の中に使った土壌、あるいはあのその締め固め等々によって、水の通りが悪くなっていると、多分そういうことも影響もあるんだろうと思います。ああるるだとと思いますけれどもあの今は下がりつつあると ということですね。で、急激に下げる能力をこの今のシステムに求めましても、元々そういう能力はないということは、ということの方も説明をしてございまして、あの AP2 メーター付近に維持をするとという、それはまあ可能であるとということで、今組み上げつつございます。道場の調査につきましては、一応まあ今道場の調査は終わっていると,ということと。 それからあの,その時のばらつきの程度を地下水の汚染の程度で見ていこうと,ということで、まあ、そういう意味で最終的な地下水の汚染の2年間モニタリングの結果が今回のようなものになったということでそれをまあ理解するにはどうするんだと,ということだと思います。私も今この段階でその地下水がどうなってるんだと,ということを明確に説明することはできないんですね。 そういう意味で、専門会議の中で <laughs> 責任を持ってクロスチェックもして、データを出していき,していきたいと,ということだと思います。確かに OAP のとき、私は座長で畑先生にもメンバーになっていただいて、クロスチェックを行ったんですけれども、あのときも非常に大きなばらつきがあったと, <laughs> ということは、ご存知を覚えてらっしゃると思うんですが、非常に大きなばらつきがたくさん出てくると。<laughs> でそういう意味で、関係者の方でもばらつきの程度っていうのは、2割から3割ぐらいだと,ということですよね。基地の値に対して、そのぐらいの値のばらつきはあるんだということで、クロシェックをやった会社も、非常に大きなばらつきがあったと,というのを私は認識してございますので、いくつかのデータを付き合わせることによって、まあ、データの信頼性は確保できるというふうに思ってございます。 でえーまあ、確かに今回の濃度でもってそれが上に上がってくるんであればあ、まあ、再汚線というそういうことも可能性はないとは言い切れませんけれどもなぜこういう濃度になっているのかということをまず私たち専門家会議が納得できるデータを出していきたいというふうに思っているところでございます。あととじゃあのことを少し説 はい、あの pH の方、えー、まあ今、畑先生ご指摘されたように、我々も当初、本当に pH が12っていうのは、コンクリート含めてなるのか、あるいは長期持つのかというところで議論はいたしました、で、えー、まあその辺は文献も調べたり、等々しておるんですが、やはりその分布等から見て、建物の周りで pH12 が出てると、で元々、えー、と,もと,と我々も海水期限であるかということも、1つは、あ 考えには入れてやっておりましたで ph 12はあ基本的にはあり得るとコンクリートからはあるというのを確認しておりますでさらにそれがじゃあ長期やはりブリッジングが出て時間が経つと安定していってとでやがて下がるだろうとこれはまああの概念としてはわかるんですが実際に地下ピットを入りますとふわふわ浮いているものはございますでやはりブリジングしてまだ全てがそこに戻ってないだろうというところからまあ、現地の状況も鑑みて、えー、まあ えー、それが原因だろうと、す、え、べ、ー、てあの現地の確認したことも含めて考察をしてそのように判断をしてございます。そしたら平田たちあのそのにに近い水が1.8メートルいつなるんですか。展望あるんですか。えっと多分一つはあのー。 これからの2月の終わりから3月の納豆内梅雨を超えてみないとちょっと判断難しいかなという感じはいたしますね。で雨降った雨の8%が地下に入るということとそれからのやはりおっしゃった通りそのスカムがつくんですね。あの水を汲み上げて水をみ上げてをすると、を、うん おまあ、いろんなあの、まあ、いわゆる世界的なものがついてくると,ということがございますので、まあ、それについては結構、東京都も苦慮しているとそういうところがございます。で、今、平均的に見ますと1日に3ミリから4ミリぐらい下がっていると,という状況だろうと思います。今は雨が少ないのでそうなんですけれども三月,月,月、2月の終わりから3月の7か月にぐらいを一つの目安で判断をしなきゃいけないなというふうに思っております。 あとその OEB のクロスエイクですけど1割ぐらいでしたよ確か差はそんななかったんですよあの時はあのでもあの結構変動ありましたよねですから平均すると1割ぐらいしか違うのかで,でも平均するというんだけれどもどの業者も皆あ,ある範囲に入ってましたねまあもちろん,なんか同じ値が出るはずはないんですけどクロスウクでもねらく、えー、その差は少しは出ると思うんですけどそういう意味であの3つのデータを比べて <laughs> で、えー、まあ見ていただくと。 というふういいふに考えざるを得ないなと東京都の環境権は信用できないですよ。いや、まあ、信用できるかどうかというのは <laughs> ち、ちょっとょっとここを聞いっていただきまして、あのまあ,あの、そういう議論ももちろんあることはあるんでしょうけれども、われわれとしては公平に見ていきたいというふうに思っているところでございます。えー、長卸の あ、コミュニティのわちと申します、えー。今日は本当にいろいろとありがとうございました。えー、実は、まあ、私も、あの、昨日の夜。この数値の件で、その、小池都知事がね。記者会見で、じゃ、ごめんなさい、テレビに出て、発言されたときに。私はね、本当にびっくりした。うん、そんで、数値は、まあ、出てないんですけれども。じゃ、やはり、私は思ってた通りだなと。 やはりそのね専門家会議の先生方一生懸命やってっけどんかずれてるとね要するにもちろんそれは平田先生さっき言われましたサイエンスがもちろんそれが基盤一番大事なんです、ね、そういったあの人間の感情なんかよりもそれはもちろん大事なんですだけどもやはりそのこの 化学物質がこのように例えばですね1の5のところに、っていうところに C の9の2のところで0.8出てるわけですよねアンが。これ検出されちゃいけないこの正確には磁石案っていうんですけれどもこのアンがまあ結局がアン化合物としていろいろと例えばああ カリウムだとカリウムだったな。ナトリウムだとか水素だとかと結合すると。まあそのそういった思案化合物なんですが、例えばオウムが一月のあそこでえー、霞が関で巻いた。あのー、シアン化水素。こういうのも、まあその思案の元にな思案が元になっているわけです。こういうのが出ちゃいけないのがこう出てるって言うのは要するに。東京ガスに。 先生方が何でもう一度そのあなた方がその作業をしてた時にどういう物質を使ってたのかどこでどういうそのまあ石炭を還流するその作業の工程なり内容をもっと徹底的にえ東京ガスに聞かないだから要するにその先生方は前にも私はあの質問した時に自然由来だと水準なんかも。 確かに自然由来で微量はありますよ。だけども地下水で実際にその我々。あの飲み水として飲料水、地下水汲み上げて売ってますよ。じゃあ、あの熊谷先生よく言ってました。地下水に。そういった水銀が入ってたら売れませんよ。うん、そ私は実際にその。 取水して売ってるメーカーのもとへで私電話して聞きましたよちゃんと検査してるとね水銀なんか到底入ってないとそれなのになその豊洲は地下水はその水銀なんかがあの自然由来だそうじゃないって私はよくってだからこのようにじゃちゃんと出ちゃうんですよ 要するにあそこのおー豊洲のところあの土壌にまだうんと含まれてるんですよ化学物質が。だからそれを取らない限りは地下水をいくらその調べたって、ね、永遠に出てきますよ。だから扱わずも今あのー。 畑先生が言われているようにあそこはセン地なんですよだから我々その市場としてあそこにその移るそういった場所じゃないんですよ、ね、市場としてはあの向かない土地なんであそこはもう到底無理ですいくらやったってだからそこをやはりあの認識して 調査していいいたただきたいと思いますありがとうございますあの私たちは何度も申し上げておりますけれども移転ありきの議論をしているわけではないということを山崎さんも笑ってられますそれはあの信じていただかざるを得ないなと本当に思っていますで、えー、いわゆる安全という面から見れば地上に関しましては今は何か問題あるかといいますとないんだとでだったらじゃあ 豊洲市場に行ってビジネスをしていいのかと,と言われた時に一般の方はどう思うんだと,ということでしょうね。でその安心安全安心を担保するためにはやはり地下水の問題は、まあ、きちっとこういうふうになっているからこうなんだよだからこうすればいいんだよというそういうふうなあの、うん、手法をやっぱり示す必要があると思うんですね。で今は示されないというこの状況ではですね だからもう少し時間をいただきたいとというのがお願いなんですね。で、まあいいか悪いかという議論をこの会議ではやりませんので、あくまでもデータを整えるということですので、その判断は別のところでしていただこうということだと思います。ただ今の状態で何かあの次のアクションを起こせるのかって言いますと、まあ非常にその驚いていると言いますか、あ。 自分たち自身が今度は自分たち自身で観測をして納得できるデータが取れないとダメだという状況だと思います。であの土壌の処理は一応 a p 2メートルの上には存在していないと,ということをこれはまあトルことはそう言ってますので、まあ、我々はまあそれそうだろうとであと AP2m 下につきましてはボーリングで汚染になるところは取っていると,ということなんですね。じゃあなんでその取った後 で近しかしもう,こう処理をしているんですねでその後でなぜこういうものが出てくるんだとというところはあいわゆるそのデータとして解析は今できる状況にはないとということですね正しいにどうだというのはあちょっと難しい <laughs> で少し丹念な調査を <laughs> させていただきたいとそのためには時間が欲しいとということだと思います 先生どうでしょうかはいあの、えっと、私決して嘘は言って,言ってありませんのであの、えー、っと一般の河川とかですねそれから海水それから飲料水もそうなんですが、えーまあ、極めて微量な水銀はあのほとんど入ってますで、えっと、なぜその飲料水メーカーが入ってないかと言いますというと、えっと、飲料水基準があってこれは0.5、えっと、マイクログラム 1> 1リットルあたりなんです。でメーカーは0.05未満の数字はすべてゼロというふうに出しますでこれは国が認めている方法ですので、えー、飲料水基準の10分の1未満は基本的にロになりますでえー、と,、えー、と我々が議論しているのは0.001ですですからえっ、ー、と飲料水基準のえー さらに2桁低い数字ですね。で数字として出すと,た、えっと、例えば検出されることになりますが、これはの法律上は不検出になりますので、えー、法律上はあのゼロということになります。ですから、決して嘘は申し訳ございません。後半もありますので もしよろしければ、あのここで一旦切らしていただいて、また最後に質疑応答ございますのでえ、そちらで残りの報告を聞いてからまたお願いしたいと思います。え、それでは10分ぐらい休憩させていただければと思いますので、えこの時計で50分になりましたら再開させていただきたいと思います。